第三レース一着となりました。岩手の藤原吉春選手です。一着おめでとうございます。どうもありがとうございました。最近一着が増えてますね。まあ一着増えてるんですけど、この勝ち上がりでの一着っていうのは多分1年も2年もないと思うんで、とても嬉しいです。ということは今回最楽しみですね。まあ欲張って明日も三着までに入りたいですね。うん、はい。もうもっともっと欲張ってほしいです。はい。 さあ、今日のレース振り返っていかがですか。えっと、今日は三田村君のラインの三番手追走だったんですけども。で、道中絡まれたりとか、いろいろあったんですけど。うん、自分の中では、まあ、バックまでも足余裕ありました。うん、そして、直線伸びましたね。まあ、胸夢中で一生懸命踏みました。うん、さあ、このコーチバンクはいかがですか。やっぱり500バンクの中でも直線は短いなっていう感じでした。うん、はい。 え、でも、それでも、ね、今日すごい伸びましたし、明日もまた楽しみですね。はい、えっ、ー、と、明日も三着まで入れるように頑張ります。うん、では、応援してくださったお客様にメッセージをお願いします。今日は、あの、応援ありがとうございました。明日も、三着まで入って、決勝に乗れるように頑張ります。明日も応援よろしくお願いします。大きな拍手をお願いいたします。最後にですね、今回さえ、前日から入られてましたよね。はい、何か、こう、コーチのものは食べたりされましたか。 いえ、特にあのコーチの焼酎をちょっと飲んだくらいですかね<ー>、はい、それが結構いい感じに出てますかね、はい、はい、地の物をいただいたんで力が湧いてきましたじゃまた明日もお待ちしておりますどうぞ今一度大きな拍手お願いいたします藤原選手です。